はい、皆さんこんばんは。鉄遊戯王チャンネルやってまいりました。第190、90ですね。それ終わりですね。はい。第190回放送ということで、なかなか回数言うのを毎回言ってますけど、大きな数字になってきましたね。皆さん、リスナーの皆さんのおかげです。ありがとうございます。はい。ということで、今日の鉄遊戯王チャンネルも始めていきたいと思います。鉄さん、久々じゃんということでね。はい。久々のリスナーの方もいるということで、右上に出てます、メガネをかけた赤い服の人がですね、当ラジオのメインパーソナリティ、そして自称遊戯王の担い手の鉄と申します。どうも、こんばんは。この鉄遊戯王チャンネルは、鉄をはじめとするパーソナリティの皆さんというフィルターを通してですね、遊戯王をもっと面白く、もっと楽しくするために伝えているニコ生放送となっております。はい。今日の担い手は一人だけかということで、まだ呼んでいきますよ。まだいきます。はい。それではまず、この人を呼んでいきましょう。シェルさん、お願いします。こんばんは、シェルと申します。はい、スラジー100、もうすぐ200回。来たい。だいぶ端折りましたね。すいません。ということで、はい、本日もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。それでは、シェルさん、もう一人呼びましょうか。はい、マジっすか。マジっすか。いや、マジ行きでまし呼んょでみましょう。う。ははい。い。それでは、この遊戯王に関しては、もう誰にも負けたことがないであろうという、このはい。方、お呼びしましょう。ミカロさん、お願いします。こんばんは。こんばんは。はい。なんで誰にも負けたことないみたいな、そういう紹介なんですか。そう言ってたじゃないですか、今さっき。めちゃめちゃもう目が眩しくなる映像。ポリゴン効果。言われて怖かったですよね。いきなり言い出すからちょっとびっくりしたんですよ。さっき楽屋でね、いきなり僕強いんですよっつって。完全に動かしてる人を。皆さん、どういう人なんですかね。その誤解を解くためにもちゃんと自己紹介した方がいいんじゃそうないですですね。か。はい。はい。テツさんと一緒に、ラジオのパーソナリティと合わせまして、テツチャンピオンシップっていう大会のですね、お手伝いしております、ミカドって言います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日の鉄営業チャンネル、最近の流れとしてですね、シェルさん、ミカドさんという感じでやってきてまして、今日もその流れでいきたいと思います。はい。1枠目のコーナーはシェルさんのサイドカードのコーナーということで、タイトルコールして移っていきましょうかね。はい。それでは皆さん、パーソナリティがですね、鉄遊戯王チャンネルとこの後言いますので、皆さんもコメント欄の方からですね、鉄遊戯王チャンネルとか鉄ラジとかですね、一緒にコールしていただければと思います。はい。コーナーですね、もし希望などありましたら、このコメントなども自分たち見てますので、次回のコーナーとかに期待してください。はい。それでは行きましょう。シェルさん、準備はいいですか。はい、大丈夫です。ミカさん、強いですか。弱くはならないように頑張りまああ、す。なるほどです厳ね。しくしはい、わかりました。最強ということで、それでは行きましょう。せーの。鉄、です。遊戯遊王戯王チャンネチャル。え。カードのことに関してのコーナーです。皆様、よろしくお願いします。最近はサイドカードに関しての話なんですが、今週もやっていきたいと思います。結構ね、このサイドカードの感じの話はしてるんですが、今回で大体全部いけるかなという感じなので、皆様、環境もね、さほど変わってない感じだと思いますので、さほどです。もうちょっとしたらまた変わるかもしれないんですが。なので、前回、前々回の続きとしてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。お願いします。さあ、します。行きましょう。てつさん、何が来るか、何でも来い。生徒に振る先生もすごいですよ。なかなか苦渋の選択、破マ天ジ？荒 自分が苦渋の選択じゃないですか。はい、そうはい。でです。は、こちらのカードいきましょう。
ちょっと告知でねカード出してたんで、そこは紹介していきましょう。はい、はい、じゃあこちらまずは、はい、寝ました。カオスフォール、混沌の落とし穴と書きまして、カオスフォールそのままやねえかって言われそうですけど、はい、シュさんこちらのカードです。はい、カオスフォール、皆さんカオスフォールの効果はまあ皆さんご存知だと思いますが、まあ、もともとねちょっと出た当時使われたカードってなんだっけな、うん、ちょっと忘れた、まあ、シャドルとかまあいろいろあったんですが、まあ、最近ちょっと使われる理由の一つの選択肢としてあるのはやっぱり、まあ、そうですね、帝王なんかに関してやっぱり結構分かれるんですよ。チェーンロストとかで、まあ、小粒を除外するっていう部分と、まあ、チェーンロストのメリットとして、まあ、被害に対しての火球を除外するっていう部分であるんですけど、まあ、こっちはまあ本体を飛ばすということで、明確に飛ばす、2000ライフがあるっていうので、まあ、でまあ除外っていうのはかなり大きくて、まあ、使い回しはできないというところなので、評価の方いっていきたいと思います。哲さん、よろしくお願いします。哲さん、どうでしょう。はい、じゃあ私からということで、はい、こんなぐらいですかね。はい、どうしよう、いきましょうか。強さ、環境、汎用性ということで、あ、しのさん記入しておきました。あれ、記入してます、記入してますよ多分。あ、出ました、出ました、ありがとうございます。2、1と、強さが3、環境が2、1と、鉄さん的にはどんな感じでしょうか。はい、まあ、3段階評価ということで、はい、あ、はい、今早速コメントが同時に流れたんですけど、はい、強さこれ1から99、あ、違った違う違う、こちらですね、はい、3段階評価ということで、まあ、3、2、1をつけるということでという感じになってまして、はい、はい、でそうですね、強さに関してこちらのテキストの強さということで、はい、なるんですが、はい、書いてあること強いと思います。やっぱり、はい、その無効にしつつ除外っていうので根本的に、そうですね、除外なので立っていくっていうのがカードのコンセプトだと思うんですよね。これを使えばもう光と闇の流れを断ち切るみたいなカードコンセプトで、はい、でなるほど、まあ、そのテキストの強さとしてやはり3で、環境に関してなんですけど、はい、光と闇かって言われたら確かに彼岸は闇、光も出てくるデッキですけど、それ以外がどうでしょうね、はい、遊戯王のカードデザインとして光と闇が強いっていうのが、まあ、最終のモンスターが出る属性がそれとかはあるんですけど、はい、間取って2という感じですね、この2は。なるほど、はい、汎用性に関しては環境で渋っているところがありますので、1段階落として1という感じにさせていただきました。はい、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。ということで皆さんもどんな感じかね、ちょっとなんかコメントで何かあれば、自分だったらね、なんかコメントでいいですよ、ワンツースリーみたいな、サンサンサンみたいな感じで何かあれば個人的ななんか理由もあればいい。じゃあ次自分も行きましょう、はい、自分のは強さに関しては3です。はい、環境1、はい、汎用性1かなと、はい、まあ自分の感じ、このカードの感じではやっぱ神の通告とかなかったらもうちょっとまあね、いろいろ変わってくると思うんですよ。うん、なので強いっていうことに関しては、しっかりカウンターできて、なおかつ除外できてっていう効果だったら、まあ単純に神の通告を超える強さがあるので、やはり強いなっていう感じがあるんですが、単純に効果であれば、まあでもね、ライフの損失はちょっと辛いですけど、で環境にどうなるかというと、やっぱ使えるサイドってやっぱり広く受けたいのでまあこのカードを、まあね、3積みとかサイドにこのカード3積みとか多分絶対無理だと思うんですけど、2枚でもちょっと怪しいかもしれない。いやでもこっちの場合の動きとか、こういうシフトする感じだったら2枚積みもあるんですけど、1枚だったらまああまり遜色はない感じっていうことで、まあもうちょっと微妙かなっていうもので
作用数的には1、そして汎用性はまあもちろんということで、もう一個のね、彼岸が全部光で、あのね、帝王が闇とかっていう感じだったら汎用性も上がりますし環境も上がると思うんですけど、まあそうないね、なんかうまく使えない感じがあるので、まあ闇ばっかり、光もうちょっと環境に来いよみたいなね、っていうところですね。はい、そんな感じです。味方さんの最強考察を、はい、今自分が最強味方さんって言おうと思ったら先に言われた。すいません、先に言っちゃった。いやいや、いいですいいです、結果オーライです、結果オーライです。じゃあ最強味方さんどうぞ。なんか変な頭ついてますけど。はい、ですね、僕の評価は211でして、あ、211じゃなかった、ね、99 このカードが好きすぎてしょうがない。まずですね、カウンタートラップであることと、ゲームから取り除くっていうのが強いですよね。タイミングとその墓地に行かせないっていうのが非常に強くて、光闇って回避能力とか後続の能力にすごい長けてる色だと思うんですよ。例えばベルズでいう反発感染とか、光属性だとプレアデスみたいな、墓地に溜まったらその次のカードがダムドが出てきたりだとか、いろいろあったりだと思うんですけど、それも一切遮断して、一方的に消すので、まあ評価としては高いんですけども、汎用性に関してはちょっと劣るところがあって、特殊召喚って今結構多様にあるので、なかなか全部に反応するかって言われたら難しいのと、今光闇以外が強かったりするので、環境としてはまあそこまでと、何でしょうね、その青龍の時からですけど、光闇以外が強くてっていう印象は受けますね。はい、ということでこんな感じです。なるほど、はい、最強考察も入りました。ということで皆さんもどうでしょうか。まあ、そういうところで、まあ再度、まあ環境にもよります。地域のメタにもよります。ということで、次行きましょう。なんか1個にめっちゃ時間かかった。ああ、もっと巻いていくよ。はい、次行きましょう。巻いていくよ。なんかめっちゃね、長かったかもしれない。皆さん。こんな感じなんで、巻いていきますよ。まあいいんじゃないでしょうか。じゃあ次はどれ行きましょうかね。ちょっとね、コメントの方もらったんで、ちょっとリスナーとしても、はい、ちょっとね、アドリブができそうですけど、はい、コメントの方でですね、知らぬいシリーズの評価が聞きたいですということで、これサイドカード無視して、ちょっと無視しちゃいましたけど、面白い、ちょっとね、これマジ予定が面白いね、これ。なるほど、行きましょう。はい、ですね、そうですね、一応テキストの方を読んでおきましょう。はい、知らぬいがそもそも何か、知らない人もね、最近出たカードなんて少ないと思いますが、リスナーとパーソナリティの認識を深めるということで、はい、シナルイ流、ツバメの太刀と書いて、ツバクロの太刀ですね、はい、は一旦に1枚しか発動できない。位置の効果として、自分フィールドのアンデッド族モンスター1体をリリースし、フィールドのカード2枚を対象として発動できる。そのカードを破壊する。その後、デッキから知らぬいモンスター一体を除外するということで、もう皆さんお気づきの通り、ゴッドバーと、はい、もう知らぬい版ゴッドバーということで書かれましたが、はい、はい、まあ、詳細のね、ところは、シェル先生ともどもということでいきましょう。はい。これ、3週ぐらい、2、3週前、これ言いましたよね。知らぬい、あ、3週ぐらい前。何を言った知らぬい、いや、知らぬいの。まあ、行きましょう。哲さん、お願いします。はい。そうですね。これ迷うぞ、ほら。まあ、哲さんといえば、多分ね、日本最大の知らぬい使いと。もうすぐなります。その、最大がかかる部分によっては、あながち間違ってないかもしれませんけど、その何の代かわかんないですけど、はい、はい、331とさせていただきました。はい、哲さんの、まあ、331全体的に何かあればお願いします。書いてあること強いです。これはまあ間違いなく強い部類でいいんじゃないでしょうか。はい、ゴッドバードプラスアルファっていう言い方したらかなりね、ゴッドバード自体も
強いカードだと思いますし、そうですね、ゴッドバードもすごい。フリーチェーンからのアドトリープラス、これは除外するっていう効果までついてますので、文句なしに強いカードだと思います。はい。で、環境に関してもやはり展開するデッキがね、もう今更ですけど多い中、また MM デッキとかですね、スケールを置いてするデッキがあるので、はい、単純に対象がたくさん取れるようなカードは、そうですね、強いと評価していいと思います。スケールとかね、スケールとかどっちも知らんよ、バンってぶっ壊せるのいいですね。はい。でからの汎用性なんですが、もうこれはアンデッド族しか使えないっていうことがありますし、はい、あのゴッドバードプラスアルファとは言いましたけど、そのアルファの効果がですね、デッキをもう選んじゃうので、はい、やはりもう汎用性という点では、どのデッキとも戦える汎用性っていうのは、まあ、環境での評価さんとしてデッキ構築の上ではやはり1かなという評価させていただきました。はい、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。はい、どうも。さあ続いて自分の方いきます。はい、強さ3、はい、環境3、はい、1ですね。はい、まあ、強さはスライムに関して前、結構前、何週前かちょっと覚えてないんですが、言った通りこのカードが最大の現状の一番知らないのを使うメリットだと思うんですよ。ゴッドバードプラスアルファっていうと3対1交換、最大で3対1交換プラスなんか警戒して熟されたらもっと美味しいことできるみたいな感じで、あのアドバンテージを取れるカードっていうことで、やっぱこのカード軸にしたいっていうところがあるし、で、まあ強さはもちろん3、ゴッドバードアタックでも全然強い。 BF が流行った頃を遊戯をやってた方、リスナーの方おりますでしょうか。まあその時のゴッドバードアタックはマジでもうほんと限界超えた強さだし、ね、皆さん知ってますよね。BF が思いっきり環境のトップだった時の、まあ、そういう感じで強さは3と。環境に関してもやっぱり壊せるっていうのは大きいのと、やっぱ何はともあれスケールを壊せるっていうのがすごい大きいので、スケールが1個でも成り立たなかったらいけない以上、やっぱり何でも壊せるっていう時点で、そこで相当のメリットが現状は生まれてるんですか。昔よりはもっと生まれてるので、何でも壊せるっていうのは相当大きいと思います。可能性に関しては、やっぱり、まあ、そうですね。これはサイドカードの話の枠組みになって、あれなんですけども、まあでも、やっぱ使えるデッキという感じで、ちょっとね、メインデッキの話と、まあ、サイドカードの話で、ちょっと、話に相違があるんですけども、まあそういう感じで、まあ汎用性は1としました。そんな感じで、テッサンと同じです。まあ、ミカドさんの最強考察、お願いします。はい、自分は3、300ですか、ね、100。振り切ってますね。300。はい。あ、4!4!4 ですか。くそったり。3段階評価。はい、強さは3の、環境は、1ですね。はい、パクるな、あ、すいません。パクってないですよ。むしろパクってないですよ。可能性は、あ、そうだ、ここはですね、はい、すみません、3だと思います。お、さあ、天の弱ミカロ、総合の点は一緒なんですけどね、結局。そうですね、はい、かなり評価が高い。今って、ね、そのモンスターだったりバニオカードがすごく強くて、あのスケールとかで、そしたり、はい、干渉できるってだけでもう価値があって、で、あの注目しているところがいくつかあるんですけど、まずアンデッド族モンスターっていうのが、割とその墓地に行ったりすると効果を発揮するカードが多いので、このリリースっていう部分でまず、評価が高いっていうことですね。まあ、あの生き生きが強いと、はい、要するに。で、あのその後デッキから知らないモンスターを除外するってあると思うんですけど、除外されてまた次につながるカードが結構あるのもそうなんですけど、合わせてデッキ圧縮ができてるのも、なかなか悪くないなと。そして、リーチェン。ツインツイスターとかにも強い。というところで、汎用性は結構高いな。強さ3ですよね。てか3じゃなくて、もう4でいいですよ。いや、まあ、このカードなかったら知らぬを使
作るのちょっと嫌だなって思うぐらいですよ。このカード結構本当に修羅の井の自慢っていうか自慢そう言い分ですよ。修羅の井の言い分ですよこれは。確かに本当に、いや修羅の井の種類が増えてくるとこの環境の数字もどんどん上がってくるんじゃないかなって思いますね。なるほど、はい、はい、だからコナミ修羅の井次はね出すんじゃないでしょうか。知らぬいマジスペクターみたいな。知らぬいマジ なんでマジスなんで今マジスペクターかぶしたんですか。いやなんか高い不能と知らぬい高い不能と知らぬいが合わさってしまったみたいな。そういうのちょっと出してお願いします。はい、ミカドさんがあればミカドさんの力があればあれどんな力だよ頑張るよ。はい、なるほど、こんな感じなんで、じゃあ続きも行きましょうか。はいはい、知らぬに落ちるなのないとかね。そうなんですよ、別に知らぬが悪いことしてるわけじゃないんですね。もっと違うカードが悪いことしてるんではい、じゃあこちらのカードです。ちょっと話を戻しましょうというところでこんなカードを選んでみました。はい、霧の王と書きましてキングミストですね。はい、これはちょっとねやっと今回になって言えた感じのカードなんです。はい、もう皆さんご存知だと思います。この対策カードわかりますよね。哲さんお願いします。はい、これは迷うな、これは迷うな。ちょっとあまり全ての評価に自信はない感じです。はい、書いてること強いんだけどどうなのかという疑問で間取って2点で、はい、環境に関してもやはりねキングミストといえばリリースが絡むか絡まないかというところ で、ね、今のデッキがすべからくリリースするかっていうと、はい、そうでもないし、はい、でこれはまあ刺さる的にはぶっ刺さりなカードなんで2を間取ってこれも2ですね。はい、なるほど。で汎用性は先ほどと一緒で環境から1段階下げたっていう感じの1です。なるほど、はい、なるほど。まあね、まあ辛い感じのあれですか。まあでもまあ、はい、あ、補足するとあのカードデザインはかなり好きな方です。はい。そうですね。カードデザインはかなり好きな方ですね。はい、どうぞ。なるほど。はい。まあ、テツさんね、基本、パワーが高いカードがやっぱ、テツさんね。そういう傾向もあるので、やっぱそういう。そういう傾向がある。でもね、自分は好きです。自分はそういう感じ好きです。はい。はい。だから自分の方も言ってきても、強さに関しては、はい。2です。2で、はい。はい、環境に関しては3で、汎用性に関しては1で3と、まあ、大体同じ、あたかで言って大体同じ、まあ、はい、まあ、このカードに関してはやっぱり一番今大きいことが何でしょうかね。あまり警戒されない部分っていうことも一つメリットだと思うんですよ。こういう部分は後ろをとりあえず破壊して、生贄フュージョンの仮面を破壊しようみたいな、そういう傾向にあって、まあ、除去も多くすれば、相手を掌握できるみたいな、まあ、エレクトリックスネークじゃないよ。エキセントリックデーモンも、あれでということで、はい。まあ、それも相乗効果で、しっかりそこはできると言って、後ろを破壊するもので、で、別にバックを破壊できるものがあっても、ミストキングがあったら、多分ガンジガラムになってしまうデッキはっていうところにつけ込むということで、やっぱり環境に入り込める必要は絶対あって、はやんなかったら使われて勝てるっていう。はい、三方さんお願いします。全部1です。全部1番、はい、1番ってことですか。全部1番でも最強三方さんなんで全部1番すごい、はい、あの僕の名前がついてるモンスターたちはこのカードが苦手らしいので。あ、ミカさんそのまま喋ってていいですよ、どうぞ。はいはい、え、これで終わんの、ちょっと、ああ、あ、ミカさん説明続けていいですよそうですね、
通常召喚、その、生贄なしで出すことができたりして、初期の聖竜みたいにレベル7が必要な、その DDR とか入ってたような時期、ああいうデッキが来るとちょっとわかんないですね。はい。評価変わってくると思います。はい、それでは2枠目でお会いしましょう。一旦お別れです。ありがとうございました。はい、皆さんこんばんは。鉄遊戯王チャンネル2枠目なります。1枠目ではですね、シェル先生、シェル3によるサイドカード考察ということで、リスナーの方からのコメント拾って考察なんかしたりして盛り上がってまいりました。そして2枠目はですね、1枠目でもうすでに出ました、最強ミカラさんによる最強デッキ解説という、このコーナーですね。もう MM なんか目じゃないぜっていうことをね、今さっき楽屋で言われてたんで、さあ見せてもらいましょうというところですね、シェルさん。はい、期待です。期待ですよね。はい、ではコーナーに行く前に最強ミカラさんから一言、最強の言葉をいただいていきましょう。すごいハードル上げられてて私も困ってるんですけども、まあ、リラックスして皆さん聞いていただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、皆さんね、右手に盾を左に剣を持ってこの放送を聞いていただければと思います。はい、じゃあすごい戦うみたいな。じゃあ早速コーナーの方行きましょう。よいしょ。はい、それでは、2枠目、私が主導で行いますこのコーナー、名前をですね、地雷デッキ研究所と申します。どういうコーナーなのか、内容について説明させていただきますと、将来的に注目されそうなデッキやカードをピックアップしまして、ラジオを聞いていただいている皆さんに向けて紹介しようというコーナーになります。内容は週別に変更しまして、皆さんからのリクエストにもお答えするような形でやっていこうと思いますので、ぜひこのデッキ取り上げてくださいとか、このカードについて解説をしてほしいっていうような意見ありましたら、コメント欄にどうぞ記入していてください。よろしくお願いします。はい、それでは、本日のテーマ早速いきましょう。今日のテーマ、DT です。フリップをお願いします。はいはい、本日のテーマ DT。はい、このデッキ何が特徴なのかと言いますと、一瞬でワンキルをする能力パターンもあれば、さらにですね、他にも様々なそのアドバンテージを稼いでくるコントロールテキストが多くありまして、はい、今コメントでもいただいた通り、来月ストラクチャーデッキも出ますので、かなりこれから注目度の高い、デッキになるのではないかなと思って、取り上げました。高いですよ。ここ味方さんお願いします。はい、味方さんが環境を決めるぐらいの感じで環境を決める。はい、ですね、まあ、ストラクチャーデッキ最近結構そのメタゲームにも影響を及ぼして、そうですね、はい、そうですね、体験会もありますね。メタですよ、はい、はい、それでは、早速いっていこうと思います。最初にまず、このデッキの強みっていうものについて、お話をさせていただこうと思います。はい。はい。このデッキ何が強いんだと。はい。一つ目、豊富な特殊能力。ですね、DD というデッキは、モンスター魔法罠すべてが活躍します。モンスターに関しては、手札発動。例えば、各種スライムですね。ネクロスライム、スワラルスライムみたいなものがあったり、はい、このスライムたちですね。はい。手札発動したりします。はい。で、合わせまして、墓地発動。例えば、魔祭の戦士でありますとか、他にも、新規カードで結構いくつか、出てるんですけども、で、他にはですね、バイアピーゾーンなど、例えばケプラーとかですね。はい。なので、とにかくですね、もう、あらゆる場所で、能力を発揮するカードばかりなんですね。で、魔法に関して言えば、地獄門の契約書、魔神王の契約書などですね、いずれも、モンスターを増やしたり、特殊召喚の機械を増やしたりして、展開に貢献するカードばかりで、いずれも無駄がありません。罠もですね、すごく強力でありながら、ヴァルキリーの契約書など、まあ、このデッキでしか使えない独自のトラップもあったりしまして、かなり特徴的なデッキになっております。はい。
このようにですね、もうとにかくその効果発動だけじゃなくて魔法でも戦い、罠でも戦い、戦闘でも戦いというふうにですね、もうとにかく魅力的な、テキストがたくさんあるっていうのがこのデッキの一つの特徴です。もう一つ、二つ目が高い攻撃力になります。フリップお願いします。はい、とにかく攻撃力が高いです。例えばですね、ダルクっていう融合モンスターがいるんですけども、このカードを中心に高い攻撃力を持った、悪魔族が、非常に多く展開できます。例えばですね、ヘル・アーマゲドンなどもですね、かなり攻撃力が高くて、他のモンスターの追随もほぼ許さないぐらいの攻撃力3000。非常に高いですね。で、他にもですね、若干これらのカードよりも攻撃力が見劣りしたとしても、展開には確実に貢献するカードたち溢れています。例えば、アビス・ラグナロクでありますとか、他にもテムジンなど、融合モンスターですね。メインデッキに入っているカードからエクストラデッキに入っているカードまで、とにかくその後続をどんどん追加して、もう相手を倒しに行くという風にですね、そのようなカードがたくさんあります。はい。で、これらのカードをかき集めていって、最終的に出来上がる強み3つ目ですね。ワンターンキル。はい。とにかく1ターンで相手を倒すことが得意です。次から次へと後続のカードをつないで、8000ないしは8000を超える致死量を場に展開していきます。例えばですけども、スライム各種、先ほど紹介したカードたちですね。まあ、今、ケプラーだったりのコンボであったりとか、新規カードが、続々登場してってるんですけども、それらによって、ナイトハウリングっていう、ジャンクシンクロみたいなカードがあるんですけども、そうしたカードによるシンクロレンダーでありますとか、DD バホメットみたいに、その、ですね、こう、違ってるレベルを是正して、非常に、展開に貢献するっていうようなカードもあったりします。レベルを調整することで、エクシーズしやすくしたりだとかですね、いろいろすることができます。はい。では、このデッキが、まあ、強みが分かったところで、環境的にどう評価されるのかっていうところを見ていきたいと思います。はい。それでは評価していく理由を、見ていこうと思います。まずはですね、要求される水準っていうのがやっぱありまして、この今のメタゲームで求められているデッキに対する要素って何なのかっていうところで、見ていきたいと思います。一つ目、まず展開の起点に損失がないこと。何を言ってるんだっていうことなんですけども、ですね、まず地獄門の契約書だったり、他にはデスガイドなどですね、展開しようとするときに一番最初に使うカード、まあ起点ですね。そういうカードがですね、どれも損失がないんですね。まずカードを増やした上で、どんどん展開をしていく、エクシーズだったり、その、ペンデュラムだったりっていう風に、まず最初の時点で、アドバンテージが保証されているので、なかなか、潤沢なコンボを繰り出していくことができます。これが非常に重要ですね。例えば、言ってしまえば、サンダーブレイクみたいに、こう、1枚マイナスしてスタートするデッキって、アドバンテージを得ても0に戻るだけなので、最初からプラス1っていう風になっていくと、非常に、後続を用意しながら戦っていくこともできたりしますので、優秀ですね。はい。次ですね。モンスター効果を束縛されても動けること。これは先週も、少しお話しさせてもらったんですけども、ショックルーラーが原因です。まあ、DD っていうデッキを見た時点で、ショックルーラーを使う側からしたら、モンスター効果を阻害してくる可能性が高いんですけども、このデッキの場合、最初に話した通り、魔法や罠など別の種類のカードでも結構戦っていくことができますので、そうしたカードで対抗手段を用意して、ルーラーに拘束される時間、ルーラーの効果を自分が受けてしまう時間っていうのをどんどん短くしていきます。他にも、2500より高い打点を作ることができれば、悲願っていうデッキのアタッカーよりも、攻撃力が上回るので、デッキとして耐性が上がることになります。はい。そして3つ目、構築に余白があること。何が言いたいかと言いますと、デッキに、確定枠があまり存在しないと言いますか、
環境によって変えられる余白があることが結構重要だったりします。環境的に追い風になっているカード、例えば、極論ですけど、例えば永続罠が強いと。そうしたら、午前試合だとか、魔封じの方向だとか、そういったカードが強いって言われているときに、そうしたカードを採用しやすいんですね。それによってどうなるかというと、デッキの動きに柔軟性を与えられると。例えば、午前試合で言えば自分は大量展開しながら相手だけは拘束するとかですね。はい。で、他にもそのカード自体の採用だけではなくて、枚数の検討もすることができるんですね。例えば、バルキリーの契約書だったり、マサイの戦士だったりも、枚数を、例えば3枚、2枚、1枚というふうにですね、その状況によって、増減させていくことができるっていう点も構築に余白があります。非常に、その状況によって、この枚数を変えていくことで、デッキの動きを、柔軟にしていくことができますので、非常に優秀ですね。はい。次、最新カード採用の可能性。これは非常にデッキを使う上で十分な理由になります。例えば、そうですね、まあ、来月、ストラクチャーデッキが出るんですけども、ベンディラムドミネーションですね。これでいくつかの新規カードを手に入れます、このデッキは。例えば、黒竜をベオウルフっていうカードは、スライムから作れる、レベル8で、かつ3000打点っていう非常に優秀なカードですね。すみません、テキストだけなんですけども。はい。他にもですね、魔導賢者コペルニクスっていうカードは、ガイド魔災によって証明された安定感に確実に貢献してくれるカードで、まあ、終末の騎士みたいな、カードですね。まあ、このようにですね、何にしても、アニメに登場するキャラクターが使用するカードやデッキって、強化される可能性が大変高いので、いずれにせよ要チェックです。例えば、遊戯が使うブラックマジシャンだとか、カイバーが使う、ブルーアイズだとか、そういったふうに、まあ、アニメの登場人物が使っているカードって非常に、まあ、かっこいいですし、強化される可能性が高いので、要チェックしたいところですね。はい。ハイテスさんが使う聖騎士も要チェックですね。はい。非常に。ありがとうございます。はい。ということで、まあ、ここでいろいろ見ておきたい注目カードのご紹介をさせてください。はい。一つ目、幻影騎士団ブレイクソード。つい最近出たばっかりのカードですね。このカードが実際使われるかどうかはちょっとさておきですね。デスガイドを採用している関係からランク3は非常に使いやすいデッキです。今回ですね、まあ、こうして登場したカードも早速採用できる余白があるぐらい、このデッキっていうのは、自由なデッキなんだということをご認識いただければと思います。他にも、例えば、昔ながらのリバイエールとか、そういったカードもですね、全然、余白がありますね。はい。次です。ダークアームドドラゴン。闇属性が多くて、スライムたちが墓地から、増えたり消えたりするので、墓地操作が割としやすいので、採用する可能性っていうのはあったりしますね。またレベル7なので、エクシーズに使ったりすることもできます。はい。でさらに、まあ、闇属性っていうところで共通して、ちょっと見ているのが、マスクチェンジセカンド。イガンも最近、ダークローを出したりだとかですね、いろいろやったりしてますけど、闇属性が多いことと墓地発動が増えたので、このダークローにつなぎやすいと。で、また、墓地に行くと効果発動する悲願だったり、そういった相手にも効果を発揮するので、まあ悪くはないかなと思っております。はい。では、ここでですね、最初に、説明させてもらったワンキルについて少し説明させていただきたいと思います。ワンキルパターンいくつかありまして、代表的なものだと一つが、レッドアイズを使った、ワンキルですね。どういったものか説明させていただきます。テスさんすいません、画像でスワラルスライムとダルク、はい、ダルク、はい、はい、ケプラー、ケプラー、はい、地獄門、はい、はい、ゴーストリック・デュラハン、デュラハンは見えるけど見えないもの、はい、
あと、打点子ですね、ゴーストリック。はい。見えるけど、見えないもの。なるほどです。あと、レッドアイズですね。進めてください。はい。フレアメタルのいるんですけども、すいません。ですね。このスワラルの効果で、ネクロを素材にします。ネクロスライムっていうもう一匹スライムがいるんですけども、そちらをですね、素材に、このダルクっていう融合モンスターを特殊召喚しますと。で、その後に、スワラルの効果で、ケプラーを特殊召喚しますと。で、効果で地獄門をサーチして、この地獄門で、レベル1の DD をもう1体サーチしていきますと。で、その後、通常召喚しまして、レベル1、2体でデュラハンを作ります。ランク1エクシーですね。で、このデュラハンの効果で、素材を取り除きます。そのデュラハンの上に打点子を乗せまして、でそうすると、墓地に、DD が2体揃えますので、ネクロの方の効果で、まあ、バーユみたいなスライムなんですけど、さらにダルク2体目を出します。で、この全員の総攻撃で2800、2800、2000で、7600になるんですけども、この後メイン2に入りまして、ダルク2体を使って、レッドアイズフレアメタルをエクシル召喚します。でそうすると、この後相手が何をしてきても500でダメージを受けるので、相手の動きを完封することができます。これが非常に DD の、基本的な、ワンキルではないんですけども、完封パターンっていうところで非常に使いやすい。覚えておくと損がないコンボですね。はい。これが非常に面白いです。フレアメタルで、なんか息の根を止められとうっていうのが、なかなかえぐいですね。マリックの火星みたいな感じですね。はい。そんなコンボもできたりします。他にもですね、新規カードが、いくつか増えたことで、まあ、今、エクシーズのカードの話ばっかりだったんですけども、シンクロの、使ったワンキルも結構することができまして、スワラルと、あとですね、コペルニクスっていう新カードがいて、終末の騎士みたいなカードなんですけども、で、テムジン、っていうカードがですね、おりまして、はい、あとナイトハウリング、で、さらに、アレクサンダー、で、そして、アルマデスかヘルツインコップ、そして、ダルクとネクロスライムですね。カードむちゃくちゃやん。はい。なんか2枚出てきましたね。はい。ですね、このスワラルの効果で、コペルニクスっていう新しいカードを素材に、テムジンを、特殊召喚するんですけども、はい。で、この後にですね、ナイトハウリングを通常召喚しまして、この墓地にいたコペルニクスを特殊召喚します。すると、コペルニクスの効果でネクロスライムを墓地に送ります。で、ナイトハウリングとコペルニクスを使って、このアレクサンダーを特殊召喚することができるんですね。で、アレクサンダーが特殊召喚された後に、テムジンの効果で、墓地からハウリングを戻します。はい。で、で、アレクサンダーの効果で、今度は、スワラルを特殊召喚します。そうすると、スワラルとハウリングで、ヘルツインコップか、アルマデス。要するに悪魔族のレベル5シンクロですね。これを作ります。で、さらに墓地に、ネクロと、他のカードがありますんで、墓地融合で、ダルクを特殊召喚。でそうするとどうなるかっていうと、最終的な場が、テムジンと、アレクサンダーと、ツインコップかアルマデスのどちらかがいまして、で、さらにダルク。で、この時点でもう2000、2500、で、2200か2300、で、さらに2800通りますので、もうかなりの打点ですね。はい。もう8000超えてます。
さらにこの状況でスワラルの、墓地からの特殊召喚も残しているので打点の追加も可能になります。非常に優秀な効果ですね、はい、これを残しながらこれだけモンスターを出していくことができるという非常に、新しいワンキルパターンもあったりしますのでぜひ新カードで試してみてください。たくさんカード出ましたね。すごいですねこれ。いやこれだけすごいパターンがたくさんあるデッキなんですよ。はい。今、今後なんですけども、まあ、最新カードの情報が完全に公開されてはいないので、この DB 今後の動向要チェックですね。で、また、ランク3やランク7といった他カードに共通する部分もあったりしますので、まあ、カテゴリーとしてその DB じゃないけども、ただランク3やランク7だから、採用できるかもしれないっていうカード結構あったりしますので、そういったカードにもぜひ注目してみてください。はい。それでは、地雷デッキ研究所以上になります。はい、ありがとうございました。じゃあ、ミカルさん引き続きのコーナーに移っていきましょうかね。じゃあ、一旦お別れしましょう。はい、皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。三河さん、何か言いたいことがあるらしいんでどうぞ。はい、また本日もイベントの宣伝をさせていただきます。イエーイ、はい、イエーイ、はい、ということでフリップをお願いします。じゃん、はい、公式イベントでして、遊戯王 CG の公式ページからも、ご覧いただけるんですけども、大学サークル対抗遊戯王 CG デュエルトーナメントというのが、大阪にて開催されます。本来だったら、13日の金曜日で応募締め切りになっていたんですが、今回なんとですね、かなり好評のようでして、24日まで、応募期間が延長になりました。イエーイ、急遽延長が決まったそうで、はい。こちらですね、大学生の方を対象としたイベントになりますので、はい、参加される方は、学生証はぜひ、ご持参の上。また同じ下りするんですかこれ。あ、自分は大学生なんですけど。あ、じゃあシェイさん一生出ますか。はい、いいですか。いいですか。この配信は大学生がお送りしてます。これ何回このくだりやるんだよ。なんでなんで出れねえんだよ。出れないとは言ってないです。はい。わかりました。はい。で、まあ、公式イベントですので、まあ、使用されるカードは、日本語で統一していただいて、で、これですね、大学サークルということで、3人1組のチーム戦のイベントになっております。はい。ただ大阪の大学の方だけではなくて各地から大学生でかつサークルに所属されてて3人1組であれば参加できるそうなのでぜひ予定の空いてる方開催日は11月のですね28日土曜日カードボックス高槻店様にて開催されますのでぜひ応募してみてください。ちょうど3人いるけど大学入学したらいけるって言われて。あ、このパーソナリティさん。パーソナリティで。そうですね、はい。入学をして、もう一回。何回も何回も入学して、ね。全然違う場所にいる。はい。いやー、テスさんいかがですか？やっぱ、福岡にも大学生の方多いと思うんですけども。そうですね。今、それこそ年末の TCS9 のエントリーとかありますけど、年を見れば10代後半から20代前半イコール大学生って方は多いので、はい、まあ、あとはミカロさんじゃないですけどね、友達が最強な人がいればですね、また出るだけということで、はい、なるほどですね、まあ、非常にコメント欄の方でもやっぱ大学生のリスナーの方が多くいらっしゃるみたいで、大学盛んですよ
コメントいただいてます、ね、他にも、スターチップ争奪戦やデッキコンテストなどですね、さまざまな催し物があるようですので、あの結果の公開であるんですかね、これあるのかどうかわからないんですけども、すごく非常に楽しみなイベントですね。それでは、以上大学サークル対抗遊戯王 CCTL トーナメントの宣伝でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ということで今日の鉄遊戯王チャンネルの放送は多分ここまでということになります。多分ですね。多分ここまで多分、はい、はい、鉄遊戯王チャンネルは毎週木曜9時からですね、今のところ何年ぐらいやってるのかな、2年ぐらいはやってんのかな、毎週木曜日パソコンの前に必ずいた男がですねやってますので、よかったらですね今後ともぜひご贔屓にしていただければなと思います。はい、ツイッターの方やってますので、こちらから番組の宣伝告知とかですねやってますので、気軽にフォローしてください。はい、というわけで多分本日の鉄遊戯王チャンネルはここまでということで、ね、コメントの方でいろいろと流れてますが、鉄遊戯王チャンネルはね、いろんな放送の仕方がありますので、今後も期待したいところですね。じゃあ皆さん、リスナーの皆さん、三原さん、シェルさん、ありがとうございました。また来週お会いしましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。